ヌイさんの、ヌイさん、東京にもあるヌイさんの、京都バージョン、まあなかなかな感じになってます。あれなんだこれ、パソコンなんだ。さすが京都、かわいい店がいっぱい、センスがいいよな。これをやるだけでこんなかっこいいんだな。渋すぎじゃんこれも。どこから見るんだろうなこれ、目をよく根張ってる。あ、これも根だね全部ね。こっからブコーンってこう落ちて、ナシライス大盛り。うわーいいね。アフめっちゃうまかったです。ハヤシライス1100円、1100円だったんですけど、もっといいお肉もいっぱいありました。ランチでもめっちゃうまかった。4500円で、このハヤシライスもめっちゃうまかったです。これでもめっちゃうまい。カツサンドもこれねすごくいいみたいですね。あとやっぱりここでいいのがフィレステーキがいい店ですね。すげえ。毎日新聞京都ビル、かっこいいな。家の階段もこういうのがいいね。すごい綺麗。すごいね。こういうのも常に大事ですね。素敵だ。素敵な家だね。ここでワイン飲みたいな。ねえ。初京都観光、嵐山来たことない。おお。人がいなければもっといいでしょう。初めての稲荷神社。海外の人に一番人気。いや、そうです、京都の観光名所ランキング。道間違えてたりしな。いいね、この人のいない感じ。誰もいなかった。人があるのかな。違反された。違反されましたね。十分違反された。さっきまで230m ぐらいだったね。はい。どこのぐらいから、ゼロから登ったのかな。なんか夜は歩くなみたいな。めっちゃ美味しいの。京都タワー大浴場。京都タワーの地下に700円。安い。すごくいい。ね、すごくいいね。リード。リード、飲食が。とりあえずここ、赤星。あと、ジジババ。ジジババここっすね。もう。ほんとだ。2だね。ま、1があっちにある。あ、ほんとだ。なんて言ってました。6列目1列ですね。はい、6列目1列。失礼します。